こんにちは、サグルです。本日は埼玉県にお伺いしております。どんな神社のどんな神様がいらっしゃるんでしょうか。それでは参りましょう。出雲族が創建に関わったとされる関東最古の大社、鷲宮神社。ご祭神はこちらの御柱の神様からなります。愛殿は9つの柱の神様方。昔、神の時代、2人の親子の神様によって大名宇治の御事を祀ったのがこちらの神社の始まりと言われております。その後、親子も二柱の神様として祀られて、現在の鷲宮神社となりました。では実際に神社の創建に関わったのは誰なのか。古代豪族の恥氏ではないかと言われております。ではその恥氏と、古墳時代主要都市で古墳の造営や葬儀に関わった氏族とされています。ではなぜその時代の古墳に関わったのか。それは祖先の飲みのすくねから始まります。では時代は飲みのすくねの時代へ。その時代、天皇や皇族が亡くなるとそれに仕えてた者も殉死という形で生き埋めにされてました。それにストップをかけたのが飲みのすくねが提案した埴輪への代用です。これを天皇は非常に喜び、その功績を称えて恥の姓を飲みのすくねに与えたと言われております。飲みのすくねの祖は雨のお日の御事と言われてますから、恥氏から雨のお日の御事まで一直線でつながる家系ということになりますね。鷲の宮の言葉が転じて鷲の宮に。ではなぜこの地に恥氏は神社を建てて祀ったのでしょうか。ひょっとしてこの地に古墳を作る予定だったのかも。本殿裏手にはその神社にとって大切な神様が祀られていると言われますが、こちらの粟島神社はこの土地に点在する神様を合祀してこちらに祀ってたのかもしれません。京都アニメーションのアニメとも深い関わりのあるこちらの神社。悲惨な事件もあり、こちらの神社に献花に訪れる方もいますが、絵馬で回復を祈願しましょうという呼びかけも始まっております。関東最大と言われる大社、参道から見た拝殿、本殿、圧巻でした。しかし立派な大社造りでしたね。やっぱり埼玉と出雲族のつながりっていうのはかなり昔からあったんでしょうね。いやー、そしてこちらの境内をぐるっと回るこの散策路のような道、いいですね。気持ちいいですね。それではまたどこかで。サグルでした。いやー、気持ちいい。